はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。プレミアポイント結構確保した。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。傾きチーム今490キロ、ベストマ体重っていくらなんだろう。あ、488キロじゃないかって言いますね。任営中にいや入れるんだけどね。作物ができてるね。農園に行きますか。届いてるよ。デリーガチャ、ヤダブリ、馬娘感がすごいな。エネーブルガチャ、エネーブルガチャ、ヘニーヒューズ、いますか。残り98周です。前回本校バーズ初勝利できました。年が明けます。 WBC に行かせるか、それともいい感じだね。G1 にこだわらずやっていきたいなと思います。嬉しいか。よしよし。ちなみに一見はい、何です。これがベストバー体重ですね。486キロになりました。で、当分の目標ですが、まあ確かに川崎記念とかでもいいかもね。ちょっと、ああ、間がないのが欠点だよな。京都記念とか。ちょっとドバイまでは感覚が空きすぎてる感じなんで、確かに稼げますが、もう1000万いってるんで、無理せず、戦っていきたいと思います。ちょっと聞いてよ。まあまあかな。川崎記念、スマートファルコン、またエビだ。嬉しいか。エビが好きだな。いいです。その回瞬発力を上げますって言ってもベストバ体重だからそんな上げられないのか。まあいいや。体重はバッチリだね。プラス4キロだから、ショートケーキとか使えばよかった。まあ、疲れとかが心配ですからね。いい感じだね。はい、何です。行ってみましょう。
一番人気。 1.2 倍ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。そうですね、丸がついているのはマイネルアワーグラス。どんな馬だ。スマートハルコンキングスエンブレムです。一本かぶりってなってますね。これチャンスですね。芝よりダートの方が向いてないと思われますが、チャンスあるかもしれません。さあ川崎競馬場ダート 2100m 大泡雨の降る川崎記念、12頭の出走です。スマートハルコは武豊騎手ですね。柴田大地のニュースがあります。だるま、今年最初のダート王者決定戦川崎記念、まもなくスタートでやります。出ますね。川崎記念 2100m 11番キングスエンブレム、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。さあ何が行くのか。9番スマートハルコン先頭、そのうちからは6番バグニフィカフリーオーソ、5番ボーディーガンボルセがそのうちにいます。外から1頭日本ピロアワーズボランタスがその後ろ、そのうちマイネルアワグラス、8番カキツバタロイヤル、そしてその後ろから団子の節句、外を通りまして11番キングスエンブレム、今日もしんがりでどっしりと構えている片野キッチェムと海老名騎手、もう一度先頭から行きますと、先頭を行くスマートファルコン4分の3馬身リード、内を通ってバブニフィカ、ちょっと離れて3番フリーオーソでやります。その外ボーディー、1番ラウンホルセ、外を通って7番日本ピロアワーズ、内を通りまして2番マイネルアワグラス、その後ろでやりましょうか。12番ボランタス、8番カキツバタロイヤル、10番団子の節句、その外にキングスエンブレム、向こう正面の奥にそびえるドリームビジョンの前に12頭が差し掛かろうとしております。ちょっと離されまして片野キッチェム、先頭は依然としてスマートファルコン、そのうちにマグニフィカ、それから離されまして3番フリーオーソ、そして4番手にボーディー。さあもう残り 400m。 さあ川崎競馬場のスタンドから大歓声が上がります。オレンジの帽子スマートカルコンが先頭、依然先頭スマートカルコン、ちょっと差がある、頑張る頑張る、負け豊かとスマートカルコン、ようやく差を詰めてきた。赤のキッチェムがここから追ってくる。一着スマートカルコン、川崎記念勝ったのは9番スマートカルコンだ。これ簡単にはいきませんね。また川崎直線が短いので追い込みじゃ届かないのかもしれません。あー残念。1着9番、2着4番。馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。ちょっと元気ないね。体重戻しきれなかったね。ベストバ体重が476キロなので、かなり休ませないといけないっていうことになりますね。クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。ちょっと聞いてよ。はい、というわけで川崎記念は2着で終わりました。どうするか、 WBC 出してもいいかもしれないですが、その時のローテーション次第で出すレースを変えたいと思います。追い込み内にとっては川崎は辛いです。中山とともに相性の悪い競馬場が出てきた感じですね。まあ、函館札幌みたいな競馬場ももしかしたら直線の短さが災いしたのかもしれません。注意して挑みたいと思います。というわけで
スターホースポケットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。